こんにちは、灘誠司です。この間現在完了やったので、今日は過去完了に挑みたいと思います。過去完了っていうのは、すでに何々しちゃったというふうに訳すんですけど、まあ、過去よりもう一つ前の過去ということなんですよね。とっても便利な表現で、これを覚えると言えることが格段に増えるので、きっちり押さえていきたいと思います。それでは本日の目標として、まず最初に、すでに何々していたという意味を持つポルトガル語の過去完了の作り方と使い方をマスターすると。で、過去完了っていろんな文脈で使えるんですけれども、今日はその中の典型的な一番よく使う2つのパターンを取り出して、過去完了の使い方に慣れる練習をしたいと思います。じゃあ、グラマチカですね。まず過去完了っていうのは、過去より一つ前の過去なんですよね。だから、教科書によっては大過去、大きい過去、大過去っていうふうに言われることもあります。例文を見てみると、家に着いた時子供たちはすでに出かけてたという時、 Quando eu cheguei em casa meus filhos já tinham saído。 Quando eu cheguei、私が家に着いた時、これは過去ですよね。 meus filhos já tinham saído、すでに出かけちゃってたということで、これが着いた時よりも一つ前の過去だということです。だから青い部分が過去で、黄色い部分が過去完了なんですね。もう一つ例文見ると、彼は聞いたすべてを私に話したっていう場合、 Ele me falou tudo que tinha escutado。 Ele me falou、 彼は私に話しました。 Tudo っていうのはすべてっていう意味ですよね。で、チーニャイスクタードっていうのが、今日やる過去完了で、聞いていたということなんですね。聞いていたすべてを私に話したっていう、これも過去と過去完了の組み合わせだと。もう一個だけ、去年買った車を昨日売ったということですけど、オンテンエウベンジオカーホキチーニャコンプラドのアノパッサード、これも、私は売りました車を、去年買っていた車を昨日売ったということですよね。例によって図で見ると分かりやすいんですけれど、まずここに現在があってですね、私が家に着いたっていう過去よりも一つ前に子供たちが家を出かけちゃってた、すでに出かけていたっていうことですよね。同じように私が話したっていう時よりも、彼が聞いていたっていうのがその前にあたると。私が車を売った時よりも、去年車を買っていた時の方が一つ前の過去ですよね。だから過去と過去完了っていうのは、今この青と黄色のように、過去よりもその前に起こっていた過去、それのことを過去完了で表すという関係になってます。ここからはこの間現在完了でやったことをざっと振り返っておきたいんですけれど、完了形って言われると、現在完了、過去完了、未来完了といろいろありますよね。だけど完了形っていう形そのものは、テール動詞プラス過去分詞っていう形なんです。で、これは英語で言うハブプラス過去分詞に相当するんだっていうことですよね。で、このテール動詞の部分が、現在形だったら現在完了、過去形だったら今日やる過去完了、未来形だったら未来完了、過去未来っていう時制だったら過去未来完了っていうふうになるんですね。テール動詞の時制が何完了っていう部分を決めるということになってます。で、過去完了の組み立て方、これが今日重要なとこなんですけど、テール動詞の過去形って完全過去と不完全過去と2つありましたよね。完全過去っていうのは点の過去、不完全過去っていうのは線の過去っていうふうに言われたんですけれど、過去完了で使う時のテールの形っていうのは不完全過去なんです。常にここが、完全過去になることはありませんので、ここだけ注意してくださいね。だからその形っていうのは、eu tinha、você tinha、nós tínhamos、vocês tinham プラス過去分詞という風ですね。これが過去完了の骨組み、基本形です。で、意味はすでに何とかしていた、何とかしちゃってたという意味が過去完了の訳し方です。で、次に過去分詞の作り方なんですが、これも受け身の時、この間の現在完了の時にも見ました。falar の時は falado、 r が ado になるんですね。 comer は comido で、 comedo という形は存在しませんでしたので、ここが注意です。 dividir はそのまま dividido ですね。だから語尾だけ見ると、 r は ado、エールとイールがイードで終わる形になる。これが過去分詞の作り方でした。で、今見たのは規則形の作り方だったんですけど、過去分詞には不規則形っていうのがあったんですよね。例えばファゼールだったら、ファジードとは言えないんですね。フェイトっていう形になります。エスクレベールだったら、エスクレビードじゃなくて、エスクリート。
アブリールだったらアベルトっていう形、これがまあ過去分詞のまあ不規則な形なんですけれど、これ以外にも不規則形のものがいろいろありました。もう一度音だけ確認しておくと、覆うコブリールはコベルト、発見するデスコブリールはデスコベルト、言うのジゼールはジット、置くのポールはポスト、払うのパガールはパゴ、取るのペガールはペゴ、見るのベールはヴィスト、来るのヴィールはヴィンドとなります。で、ここが非常に重要なとこなんですけれど、この動詞によって規則形と不規則形と両方あるものについては、今日やってるこの完了形っていうのは規則形の方を使うということでしたよね。で、じゃあ不規則形の方はどうなるかっていうと、これは受け身の時に基本的に使われることが多いです。もちろんまあこれがクロスしている動詞っていうのもなくはないんですけれど、まあ、原則的にはこうだよということで、完了形ときたら規則形というふうに覚えておいて、とりあえずは大丈夫です。さあ、で、具体的なまあ過去完了の登場の仕方なんですけれど、基本的には過去形とセットで登場することが多いんですよね。まあ、さっき見た例文たちなんですけれど、例えば家に着いた時、子供たちはすでに出かけてた、家に着いたが過去形で、出かけてたが過去完了ですよね。 Quando eu cheguei em casa 過去形、 meus filhos já tinham saído 過去完了ですよね。あるいは彼は勉強したすべてを教えてくれたっていう場合、 ele ensinou 彼は教えてくれた過去、 tudo que tinha estudado、これが勉強していたということで過去完了です。トードっていうのはすべて、全部っていう意味ですよね。で、このキっていうのは関係代名詞なんですね。これはまたちょっと回を改めて、解説するんですけれど、関係代名詞で後ろから前に、つまりトードの内容を説明している、そういうまあ役割を果たしてます。次もまあ関係代名詞出てくるんですけど、去年買った車を昨日売ったっていう場合、ontem eu vendi o carro、 これは過去ですよね。車を売ったっていう過去形で、どんな車か、お carro que tinha comprado で、買っていた、去年買っていた車ということで、ここが過去完了になっていると。で、この木も、関係代名詞ですね。まあ、基本的にはこういうふうに過去形とセットで登場することが多いんですけれど、もちろんまあ文脈で分かっていれば、過去完了単独で使うことも全然あります。じゃあ最後にですね、今日プラチカの中で練習することになる過去完了を使った典型的な2つのパターンというのを紹介したいんですけれど、まず1つはパターン A としたんですけど、何々した時にすでに何々していたっていうパターンですね。さっきとはちょっと別の例文で見ていきたいと思うんですが、彼の作品が有名になった時、彼はすでに亡くなっていたっていう場合、 Quando a obra dele ficou famosa、ね、オブラっていうのは作品、ficou famosa、 有名になったっていう過去形ですよね。で、後半が ele já tinha falecido。 falecer っていうのは、morrer と一緒で、死ぬという意味なんですけど、morrer よりちょっと丁寧な言葉なんですね。だから死ぬに対して亡くなるっていうふうに訳した方がいいと思うんですけど、すでに亡くなっていたっていう過去完了になってます。 quando a obra dele ficou famosa ele já tinha falecido、もう以下同じパターンですね。君が俺に聞いた時には彼はすでにマリアと別れてたよっていう場合、Quando você me perguntou, ele já tinha separado da Maria. Quando você me perguntou, 私に聞いた時、ele já tinha separado da Maria. すでに別れていた。Maria からなので、da Maria ですよね。我々が部屋に入った時、映画もう始まっちゃってた。Quando nós entramos na sala, entrar というのは入るですよね。過去形。O filme já tinha começado. Filme というのはフィルムですよね。映画という意味ですけど、コメッサールは始まる。で、過去分詞でコメッサード、ジャチーニャコメッサード、すでに始まってたという過去完了になってます。まあ、このパターンが非常に典型的な、過去完了の使い方なので、まずはこのパターンをきっちり、マスターしてください。で、もう一個よく使うパターンが、まあ、さっきの関係代名詞を使ったパターンなんですけれど、例えば去年買った車を昨日売ったっていうやつですよね。Ontem eu vendi o carro。 これでまあ車を売ったんですけど、その去年買っていた車っていうところに過去完了が登場します。で、その説明をするのは関係代名詞でつなぐんですよね。だからお carro の後にきっていう関係代名詞を持ってきて、
チーニャコンプラドのあのパッサード、去年買っていたっていう説明を加えてます。でこの部分が過去完了だということですよね。同じように彼女は私が誕生日にあげた指輪が気に入らなかった。Ella no gustó de anillo。彼女は指輪を気に入らなかった。どんな指輪か。Que eu tinha dado no aniversário dela。彼女のアニベルサリオにあげていた。Dado の原型はダール、あげる、与えるのダールですよね。それの括弧分詞がダードになってます。Ella no gustó de anillo que eu tinha dado no aniversário dela。ですね。先週私たちがお願いしていたこともやったの。 Você já fez o que a gente tinha pedido na semana passada? はい、これも Você já fez っていうところが過去形、もうやったので、浮きっていうのはこれはまあ英語の What にあたるんですけど、なんとかのことっていう意味を持つんですね。だから A gente tinha pedido、 私たちが頼んでいたことをもうやったのという意味につながってます。さあ、このパターン A とパターン B 大丈夫でしょうか。このパターンにのっとって次にプラチカに行きたいと思います。まずはパターン A の方ですね。次の日本語をポル語に直したいんですけれど、動詞の部分は原形で書いてあるので、それを皆さんは過去形と過去完了に直してください。1番、私が駅に着いた時電車はすでに出発していた。 Quando eu chegar na estação o trem já sair。このシェガールをついた、サイルを出発していたというふうに直してください。はい、これは Quando eu cheguei na estação、 ついた、 cheguei na estação o trem já tinha saído、 出発しちゃってた、だから tinha saído ですね。 Quando eu cheguei na estação o trem já tinha saído。 2番が、彼が電話くれた時会議はすでに終わってた。Quando ele ligar, a reunião já acabar. これは Quando ele ligou, a reunião já tinha acabado. Quando ele ligou, a reunião já tinha acabado. ですね。3番、我々が病院に着いた時、患者さんはすでに亡くなっていた。まあ患者さんは女性だとすると、Quando nós chegar no hospital, a paciente já morrer。 これは Quando nós chegamos no hospital a paciente já tinha morrido。 Quando nós chegamos no hospital a paciente já tinha morrido ですね。でこの tinha morrido の部分は、estava morta というふうに、まあ、不完全過去で言うこともできます。ただまあ今日は完了形使っているので tinha morrido ですね。じゃあ最後にパターン B の方の練習も同じ要領でしたいんですが、何とかしてた、何とかを何々したっていうことですよね。4番、彼女はパン屋で盗んだパンを私たちにくれたと。なんちゅう例文か。Ela nos dar os pães que roubar na padaria。パダリアっていうのはパン屋です。はい、これはEla nos deu os pães que tinha roubado na padaria. Ela nos deu, 与えたですね。Os pães que tinha roubado, 盗んでいたということで、ここが完了形になってます。Ela nos deu os pães que tinha roubado na padaria. 5番、私は旅で知り合った女性に電話した。Eu ligar para a menina que eu conhecer na viagem.はい、これは Eu liguei para a menina、 私は電話した。 Eu liguei para a menina que eu tinha conhecido ですね。 tinha conhecido na viagem、 旅で知り合っていたとなります。6番、彼は去年貸してた金を私に払った。 Ele me pagar o dinheiro que eu emprestar no ano passado。 はい、これは Ele me pagou o dinheiro、Que eu tinha emprestado no ano passado. Ele me pagou o dinheiro que eu tinha emprestado no ano passado. となります。Pagar の過去は pagou. 私に払った。Me pagou. ですね。Que tinha emprestado. で、貸していたということになります。さあ、今日のまとめに行きたいと思うんですけど、まず過去完了形っていうのはテール動詞の不完全過去と過去分詞の合体形だと。これが完全過去じゃないっていうところが一つ注意点でした。
で、訳としては、すでに何々していたというふうに訳します。で、過去完了形というのは何かというと、過去よりも一つ前の過去のことを過去完了、大過去という言い方をするということですよね。で、まあ一つ典型的な例文として、家に着いた時子供たちはすでに出かけちゃってた。 Quando eu cheguei em casa meus filhos já tinham saído。 で、それを図に表すとこうだと、私が家に着いた時よりも子供たちが出かけた時の方が一つ昔過去になっているということですね。さあ、では復習のコーナーです。前回は現在完了をやったので、次の文を現在完了形に直してください。現在完了というのは最近何々してるというふうに訳したんですね。これがスラスラわからない人は前回の現在完了の復習をしておいてください。ということで、今日もありがとうございました。ロバのポルゴ、灘誠治でした。オブリガード、チャチャオ。